梅雨はマジでいつまで残暑続くね。風涼しいわ。いつもご視聴ありがとうございます。ローリーアオルでございます。いやー、日本の夏ね、長くなりましたよね。風って重要ですよね、涼しさにはね。風といえば走行風の魔術師としてね、今やね、バイク業界でね、 V の V の V の VV 言わせてるね、ローリー青のこの夏大ヒットしました。空冷式シャツ、もちろんね、来年25年も空冷式シャツやります。ちょ、うるさいなこれ。ただね、空冷式シャツをリピートするわけではございませんと。なんと25年の空冷式シャツね、マイナーチェンジします。本当にね、マイナーチェンジなんですよ。ここにあるのがね、24年のね、空冷式シャツでございますと。空前の大ヒット。今回ね、買っていただいたライダーさんからいろいろとね、ご意見いただきました。そのご意見を取り入れて、いや、ほんとこんなとこまでマイナーチェンジしてくれるのかい、ローリーさんよ、というような内容でね、マイナーチェンジをしておりますと。見た目はね、24年空冷式シャツと全く一緒。そして走行風の取り込みも全く一緒。でもね、マイナーチェンジして超絶24年版より使いやすくなってるのが25年版空冷式シャツでございます。じゃ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 ーん、じゃじゃん。こちらがね、24年版のね、空冷式シャツでございますと。そしてこちらがね、マイナーチェンジした25年版の空冷式シャツでございますと。どこが違うでしょうか？残念！残念でした。違いますと。見てくださいよ、俺ね、パッと見ても何が違うか分かんないですよね。それぐらい24年版と一緒なんですよ。ただしちょっと今ね、光の関係でね、ちょっと見にくいんですけど、こちらに24年版ね、ブラックとホワイト、世に出しましたと。したらね、こういう風にね、幹地はね、濃い黒のメッシュなんですけど、こうパーツがね、ちょっと墨黒のね、黒の生地を使ってましたと。白の場合は、メッシュ部分は真っ白で、このパーツは一見真っ白に見えるんですけど、光が当たるとちょっとね、アイボリーっぽく見えるような同色系のツートーンのカラーみたいな形でリリースしましたと。まあこれはこれで俺はすごくアクセントがあっていいなと思ったんですけど、24年版をね、着られた方から、いや、パーツ部分も真っ白がいいよ、真っ黒がいいよと、要はメッシュ部分と同じ色にしてほしいよという意見がありましたと。ここがね、マイナーチェンジの一つ目でございますと。見てください。いや、これ光が当たったら見えないな。一緒に見えるんですけど、これどうしたらいいんだろうな、これ光が。まあね、ちょっとね、分かりにくいんですけど、パーツの色とね、幹地のメッシュの色が25年版は同色になりました。はい、そしてね、色に続いてね、マイナーチェンジした箇所があります。これ2つ目ね、空冷式シャツね、着てると襟じゃないですか、襟ね。でヘルメットかぶると、ちょうどね、首のね、この辺りがね、日に当たるんですよ。でそれでね、日焼けが嫌だっていう方もいたので、すごく微妙なんですけど、分かりにくいんですけど、あ、これパーツの色に違い分かりやすいな。違いますよね、色違うの分かりますよね。襟がね、25年版の方がね、高くなってるんですよ。約ね、1センチちょっとね、襟の後ろ部分が高くなってます。これね、首の日焼けしないためですと。考えてる。はい、次がね、マイナーチェンジ3つ目ね。24年版ね、着られてる方でね、多分ね、時計されてる方は気づいたと思います。カフスのね、ここね、右手はできるけど、時計してる方の腕、俺左手ですけどね、これね、カフス止めにくいよと。イラッとするんです。俺にイラッとするんですよ、そういう時。で、買われた方のご意見じゃなくて、これあくまでも俺の意見で、アップルウォッチとかしてても、カフス止めやすいようにしたいなっていうので、裾のね、このね、幅を大きくしてます。そして大きくしてるだけじゃなくて、いろんな時計のね、このね、厚みがあるんで、それに対応するためにパッチンボタンね、カフスのとこにある、それをね、増やしてます。ちょっと見てくださいね。はい、まずね、これがね、24年版。分かりやすいのはね、このカフスのところに、これパッチンボタンが2個ついてます。25年版、見てください、3つあるんですよ。このね、1つ増えた分、カフスの幅も広くなってるし、好きなとこに留めれると。既存のシャツではね、なかなかない仕様なんで、これ、ね、使ったらおーってなると思います。はい、まだまだあります、マイナーチェンジ。まずね、背中ね、背中の長さ、一
丈っていうんですけど、この着丈が1センチ長くなってますと。俺ね昭和体型なんで胴長なんですけど、俺より胴長のね多分ダックスフンド体型の方もね安心してください。着丈伸びてますんで。そしてね脇のポケットあるシークレットポケット、これ24年版より25年版の方が1センチ以上ね口が大きくなってます。これなぜかというと、俺ね財布めっちゃごついんですよ、2つ折りのね。それがねパンパン、まあ、領収書とか入れるんでパンパンになってたら入らなくて、入れる時とか出す時イラッとするんで、それをね解消していますと。マイナーチェンジをしている25年版のクーレージキシャツでございますが、カラーチェンジもしておりますと。黒と白、より黒くなり白くなりっていうのがありますと。皆さん気づきました？ここ空いてるでしょ、ここ。仲間が増えました、クーレージキシャツ。それじゃあねご紹介します。たじろいでください皆さん。ライトグリーンでございますと。ちょっと今ね光の関係でねなんか美味しそうなライム色みたいに見えてるんですけど、これねこれはねよくあるねミリタリーの、シャツね、そこで使われてるライトカーキの色、あのもうちょっとね落ち着いたね渋い感じの色ですと。そしてねまだ空いてます、ブルーグレーでございますと。ローリー青の今ねブルーグレー大好きなんですよ。だ かなりグレー味の強いブルーです。ちょっと今これ画面で見たらなんかすげえ水色に見えますけど、落ち着いたねグレーがちなブルー、この4色、鉄板の黒、鉄板の白、そこに流行りのカラーのねライトカーキ、そしてブルーグレー、この4色をね25年のね夏にはね皆様にねお届けしたいと思いますと。今ね、街乗りをね、してるんですけど、今日の気温はね30度で、湿度がね 60% あるかないかぐらいで、まあお分かりのように日差しはやばいです。日差しはマジで夏なんですけど、やっぱりね24年とね素材はね全く変えておりませんと。やっぱりこうやって街乗りでね30キロからね60キロの範囲で、バイクで走行してると、そりゃ売れたわなこの空冷式シャツっていうのをね改めてね感じることができますと。涼しい。それでね、いろいろなところマイナーチェンジしておりますと。あ、やっぱりこれすごいなって思ったのが、多分今見えないんですけど、やっぱり首ね、襟がね、高くなって、日差しをね、感じないです。ヘルメットかぶってると。日焼けって今ね、快適じゃないですか。まあね、日焼けしまくってるおじさんに言っても説得力ないんですけど、首元の日焼け対策はいいんじゃないのかなと。そしてね、あとね、このね、カフスね、俺今アップルウォッチして、カフス閉じてます。過去の空冷式シャツの動画見てもらうとわかるんですけど、俺ね、カフス部分ねボタン閉めてないんですよ。それなぜかというと、アップルウォッチが邪魔でボタンが止めれなかったんですけど、やっぱこの裾幅を大きくしてるっていうのがすごく効いてて、きっちりね、カフスねボタン閉じてますと。やっぱりそうするとね走行風のバタつきなくて、すごくね安全運転に寄与するなっていうような感じがしていますと。やっぱりね空冷式車線はねやっぱ高速走行しよう。あれね、まあ下道でも言った通り、やはりね空冷式シャツのこの生地の性能爆裂しておりますと。そしてねこの襟の高さってね、俺さっきね日焼け除けでいいなと思ったんですけど、おそらくねこのね襟の高さによってよりね襟がしっかりしますと。このボタンダウンのね襟のところなんですけど、微妙なね振動っていうのがなくなってますね。そしてね、カフス部分ね大きくなってしっかりね、止めれるようになりました。今ね気温30度で日差しは暑いんですけど、風も結構吹いてますと。このね走行風とね、まあ自然の風が結構入ってきて、やっぱりね空冷式シャツって、ライダーの夏にねもうね欠かせないものだなっていうのは、これね着ないライダーはね損でしかないですよマジで。はい、25年度版ね空冷式シャツでマイナーチェンジバージョン、今ねバイクでねお見せしましたが、今回ね、ちょっとねその詳細解説をしようと思うんですけど、ウエストウッドグループのね、ホンダドリーム龍ヶ崎店さんにねご協力いただいてまして、ホンダドリーム龍ヶ崎店さんの前でね俺ねヤマハのバイクに乗ってますが、はい、まずね、事務所でね来てなかったんでね皆さんお見せできなかったんですけど、こんな感じです。フィットは
これはね24年版の空冷式シャツと全く同フィットなんですが、このね襟の位置ね、日焼け対策ね、まあ1センチちょっとね高くなってますと。そしてねこの後ろこの着丈っていうのも、長くなってますと、1センチちょっと長くなってます。だからよりねこう前傾になった時にここがねしっかりねフィットするようになってます。このねカフス部分ね、俺今ねこれねアップルウォッチしてます。去年までのね空冷式シャツはねこれね止めれなかったんですよ、裾幅がちっちゃくて。今回はねこうやってね3連でね止めるとこがあってね、なので余裕でアップルウォッチしてても余裕でねボタン止めることができますと。こういう風にね、こういう風に今時計ありますと、すっぽりいきますと、しっかり止まることによってここをね防いで前からの走行風ねここでねしっかり受けますと。そしてね、これ収納力は一緒なんですけど、すげえ細かいんですけどここね脇のポケットのこの口も大きくなってます。俺ね事務所で話したんですけど、こういうね大きいね分厚いね2つ折りの財布を使ってますと。これね入れる時も出す時も結構ね、去年までのモデルはねこの口がねこの25年モデルよりね1センチちょっとねちっちゃかったんですよ。なんで出す時も入れる時も結構苦労したんですけど、このね25年版の空冷式シャツのねこの口はね、大きくなってるんで1センチ以上もう出し入れスムーズ。この脇のポケットね超使いやすいと思うんですよね。ここをねよりね実用的にしておりますと。その他にもね、こうねバイクに乗った時のねこのフィットもかなりね、本当にマイナーチェンジなんですけど、本当に数ミリ単位でねいろいろと攻めてねよりよくねバイクにね乗った時に楽にしています。はい、このね25年度版のね空冷式シャツでマイナーチェンジバージョン、基本性能フィット感は24年と全く一緒ですと。ただし細かい部分ね実用的な部分を改善しておりますと、よりね使いやすいように改善しますと。代表的にはこれ繰り返し言うんですけど、襟の高さをね高くして日焼け対策ねしたり、このカフスの部分ね袖口幅ね大きくして時計をしててもしっかり止まりますと。で着丈を長くしたりね、この脇のポケットのねここのね口を大きくしてねよりね物出し入れしやすいようにという風にしております。そしてこう実用的なマイナーチェンジを加えて、かつニューカラーをね2つ、俺今着てるのはブルーグレーですと。でもう1個ね、ライトカーキ、あと白と黒で、これも過去の白と黒よりよりね白く黒くっていうのを意識して作っておりますと。で、ね、バイクに乗った時も24年同様にねオートバイ専用設計になってますということで、まあ、24年版を着られてる方はねこのね空冷式シャツのね性能をね抜群に感じてもらってると思いますと。この25年版はねよりね良くなってより実用的になった空冷式シャツを、お届けできればなと思っておりますと、まだねこれ本当にね出るのかいというと、まだ本当に出るかどうか決まっておりませんが、まだね次のね夏までね時間があるんで、こっからねいろいろとねさらに煮詰めてより良いものをね皆様にねお届けしたいなと思っております。ぜひね夏までねお金を貯めて待っておいてください。やべえ25年の夏この空冷式シャツ欲しいよっていう方はねぜひね高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからね冬のアイテムがどんどん出てきます。 BMC は冬が終わればすぐにね空冷式シリーズがねどんどん出てきますので、皆さんねお金も貯めておいてください。ということでね皆さんね、良きバイクライフをお過ごしください。それじゃあ皆さん来週も見てね。ローリーアオルでした。空冷式シャツでした。ホンダドリーム龍ヶ崎店さんでした。キーパーやります。僕のあのバイク、はい、ちょっとオールペンシル特殊じゃないですか。そうですね、あの色をキープさせたいなって思って、はい、びっくりするぐらい違うんですけど。